な人に。続いてお送りします曲はさくらんぼです。シンガーソングライター大塚愛さんの代表曲の一つで、2003年の12月にリリースされたこの楽曲は、ノリの良いカウントに乗せて恋する女の子の気持ちを歌ったラブソングで、当時爆発的なヒットを記録しました。2017年に新生のごとく現れた人気お笑いコンビにゃんこスターが披露するリズムネタに使用されていることから、再び注目されている楽曲です。それではどうぞ。Thank you.
Thank you.
は雨でできなかったので、はい、あの2年ぶりなんですよ。やっぱりここで演奏するのは楽しみなので、また来年も晴れるといいなと思って、来年はぜひ桜の満開の音でやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。
また来年。